次はですね、千葉大二郎、ハッスイズム、A と A 子の展示について見ていきたいと思います。で、ハッスイズムっていうのはですね、ハッスイですね、水のが発水することっていうのから、イメージを得てまして、千葉大二郎くん、玉美だったかムサビだったか出て、芸大行った日本画出身の、作家なんですね。で、日本画っぽいことは別にしてないんですけれども、撥水鏡っていうねのを作ってて、ちょっと読んでみましょうか。撥水鏡とは水分全般を苦難または恩恵と捉え、それらを忌避制御することを最上の喜びとする教えです。雨をはじめとする水分から体や所持品を守らんとする誰しもがすでに撥水鏡徒であると考えます。撥水に、梵天が座し、モーゼが海を割り、催涙スプレーを雨傘で防ごうとする、そこに奇跡を見るのです。自覚が生まれた者は撥水鏡徒または撥水スト と名乗るが良いですそういうことです。ただこれね、面白い、僕は大変面白いと思いました。あのね、水っていうものに注目したらいいですよ。で、これね、で、これまず一番最初に彼が言ってたのはね、こういうふうに言ってた。あの、人間シャワー浴びるじゃないですかって言って、で、これあのシャワーでこうバーっとこう色ついたのをこうバッとやってるらしいんですけどね、あのシャワーしてる時ってシャワーって一種の懺悔室じゃないですかって言ってる。これなんかあのタイ語で懺悔っていう意味らしいんだけど、あの人間ってあの宗教関係なくシャワー浴びてる時にいろんなことを思い出すじゃないですかって、過去あの今日やったこととかって。なるほどーって思ったで、確かに狭いなんか空間で、で水にこう打たれながらね、洗い落とすようにして、確かに懺悔してるよねって思った。これはものすごい発見だと思うめちゃくちゃいい視点ですよね。で、でそれとあとこれはね、ここにね、なんかボコ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 ね水が出てるのよ。でこれなんかね、洗剤が混ざってて泡があるんだけど、ボワーって出てて、この中にね、これもね、すごいね、これとこれがセットの作品、ボコボコ出てるんですよ、これ中が。こういう感じなんですけど、見た目はこういう感じで、もうめっちゃ出てるから、水も吹き出るぐらい。でもね、もうそんなもんじゃないらしいね。なんかね、本当はもっとねボコボコできるらしいんですよ。だからね、もっとすごい巨大なねインスタレーションをね、僕やってほしいと思う。僕が企画してもいいなと思ったよ、これ。すごいいい作品、これ本当にね。でこれはね、この字がね、これ傘の簡体文字らしいのよ。傘っていう字の簡体文字ねになってるでしょ。でそれをこうポッポッポッと重ねて、でこれ上から雨が降ってくるように矢が降ってきてると ねっていう風にやってるね。でね、僕これはね、あれを思い出した、あれ、あのギリシャ神話のなんだっけ、フロイトのやつ、ギリシャ神話、フロイトなんだっけ、あ、エディプスで、オイディプスね。オイディプスの神話でさ、あのさ、オイディプスの神話だよね、そうだよね。で最後にさ、矢がさ全然違うところに来てさ、ブワーって刺さって死ぬじゃんね、俺そういう感じがした。だから結局天形ってさ、天のさ天形ね、天からの形詞ね、でこう矢でこう運命っていうかな、運命もこの恋のキューピッドも矢で打つじゃん。ああいうの多分重ねることができるなと思ったけど、それが雨として、雨の表象としてね、まあ矢を彼は言ってるわけだけど、水も一緒だよね。だから水って本当に面白いんですよ。だからね、水についてちょっとね、僕もあんまり考えてなかったなと思って反省したぐらいですよ。でもね、ちょっとまあ、でもね、まあ、そうでもない、つまりね、液体について僕ね、重要だとっていう感じはしてたのよ。というのが、この地球っていう場所はに生命体がなぜあるかっていうとね、まあ、水がいっぱいあるからでしょう。でもね、これ別の言い方すると、液体の星なわけですよ。液体の星。で液体の星っていうのがないんだよね、実はね。で液体ってさ、気体があって固体があって中間にあるじゃない。だからすごくこう不安定な場所にあるわけですね。だから固体の星もあるし気体の星もあるんだけど、液体の星ってないんだよね。
だから水だから、ね、だからその我々、まあ、宇宙的に見てね、そのこの島がごめんなさい、この、星っていうのの液体性っていうものについてはこれは考えなければいけないっていう感じはしてたのよ。でそれを特に水のところから捉えて、水の神話とかっていうところから捉えてね。で当然だけど、あれ大丈夫かな、当然だけど、あのあれですね、水っていうのはすごい怖いものにもなるし、まあ、我々に恩恵を与えてくれているものでもあるということに、このダブルの意味があるわけですよね。でそういうことを、ね、ものすごくねいいところを捉えてるなと思った僕これ。で、それがデモを見てそれを思ったんだっていうこともすごいいいと思うんですよ。だからデモでこうやってあの青い水をねブワーってかけて、でみんなでこうかすでガーってこらえるじゃない。ね。ね、でもだからどっちなんだっていう感じなんですよ。でしかも我々ってこの水をさ吸い込んじゃったらさ身体維持できないわけですよ。この皮膚からギュンギュン吸い込んじゃったら。だから口からこう取り入れることによってうまいことコントロールしているだけで、水か体のほとんどの部分は水でできてるとはいえ、水をこう弾くから生きてるのよね。だからその両義性みたいなものをが重要なんだっていうことなんだと思うのよね。でこれすごいいい視点だと思いましたね。でこれはまあ3つは作品があるね。でこのヘルメットにね、このさっきのね傘っていう文字があって、でこの傘 の 帽子じゃあヘルメットの上にこう水の跡みたいなのがこうついてるわけよ。ね、これでなんかいろいろパフォーマンスしたりしてるらしいです。友都市美術館でやったりしたらしいです。僕ちょっと見てないんですけど。はい、で、これが発水鏡っていう鏡で。でね、これね、エリック・サティの楽譜らしいんですね。で、サティってかなりやばいやつらしいですね。なんか自分で宗教かなんか作ってるらしいですね。で、それに影響されて、でこれなんか水のとなんかあの関係があるこれ曲の楽譜なんですよ。それにこの水の点々つけてると。でもう一個はこれはもちろん水の都ベネチアで、ベネチアのこう水入ってくるじゃない。でしょっちゅう 水浸しになるじゃないですか。でその水をコントロールするためのなんか水門かなんか作ってるらしいんですけど、それの名前がモーゼプロジェクトっていうんだって。モーゼね、さっき言ったね、モーゼ水割りますよ ね、あのモーゼらしいんですよ。でそれもすごいいい名前だなと思ったとかって言ってたんだけどね、そういうことね、こういうふうに水をですね、まあまあでこういうふうにまあ展示してあるんですね。はい、でこういうそういう作品ですね。これねすっげえ面白いと思う。これまだねあの始まったばっかりだからまだわからないけど、これはね相当展開できますね。あの水っていうのは本当に重要だよね。なんでこれまでがそんなに水に注目してこなかったんだろう、水っていうものにもっともっと注目してこなかったんだろうって思うぐらいハッとさせられました。この展示は撥水ズム、撥水ズムっていう名前もなんかもういいよね。千葉大二郎くん、これまでもうねずっと江戸英子さんが応援してこられた作家で、まあいろんなことやってたんだけど、これはもう、なんていうかな、その千葉くんの、なんていうかな、そのアートのスタイルっていうかな、あの作家としてのスタイルがこれでもう確定したんじゃないかなと思う、僕。これはいけるよ。いけると思います。ぜひね、これもどんどん見たいんで、また見せてくださいっていう感じですかね。はい。そんなことですかね。はい、以上になります。はい、ということで千葉大二郎撥水ズム A と A 子さんでした。これもね一番初めに話しましたね、ルート K コンテンポラリーからですね歩いても、比較的歩いて近いですから、まあこれこあの神楽坂が一番近いですね。神楽坂駅が一番近いです、ので、ぜひ行ってみてください。はい、以上になります。ありがとうございました。ということでですね、皆さんね、ぜひ、よろしければ、グッドボタン、およびですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。